どこがどうダメなのか教えてやれ、と言われても、信託を持つ存在にしろ面倒は、重い。遠大な歴史の結末としてそれがそうである理由とは、ノリで、それはちょっと。これも説明にはなってないのだ。道理が合わない、人の命や財産に関わる話、その結末が、ノリで、それは間違っている、それはわかるのだが、なぜ？相手には、それへの同意がない。結局それは感情論でしかなく、相手への侮蔑でしかなく、アートスケール、それは、その辺に一つの妥協を生みつつある。が。その結果か、混沌の先に問題が、どうも現出した感じも残ってる。それは外部から持ってくる方が利益性としては高い。経営を念頭に、なら社内での企画の立案は避けた方がいい、とき。今まで、あれもそれもこれも、すべて私の企画だった人が、